では、第4回ですね、はい、ペットのオンライン健康相談室を始めたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。ではまた改めてですが、先生から自己紹介をお願いします。僕はですね、ティームホープ代表の太田ジョージといいましてですね、愛知県は、犬山市というところで動物病院を開業しておりまして、もう、獣医師になって、開業獣医師になって43年か44年ぐらいになります。長いですよ。ですから、まあ、皆さんもね、今日もね、視聴していただいている方たちもペットが大好きでしょうけど、僕はね、負けないぐらいペットが、犬が大好きかな。猫ちゃんも好きなんだけど、ワンちゃんが大好きで、まあ、ずっとこの小さい頃からペットと一緒に暮らしてきて、で今ね、ティームホープっていうのを立ち上げて、皆さんがやっぱりもっとペットとね、健康で美しく長生きさせて、で一緒に快適な暮らしをですね、長く長く続けていただきたい。そのために皆さんどうかペットを病気にさせないように、健康診断しましょうねっていう活動をしています、はい、ということです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、これはさ、はい、一般的に、まあ、人と一緒で、だいたい25度から28度ぐらいの室温を空調でその管理するわけでしょ。それで、まあ、それで僕は全くいいと思うんですね。それで、まあ、だけどね、動物はね、やっぱり僕たちよりもね、基礎体温が高いから、それでどうしてもすぐにね、熱中症気味になってしまうので、25度から28度ぐらいの室温にしておいて、そこでお宅のワンちゃんたちがハハハハ、これパンティングっていうんですけど、過呼吸になってハハハハやってたら、これ温度をね、1度ずつ下げましょうよ、ね、でそれで落ち着けば OK、まあ、それがまあ基本ですね。ですから、まあ、室温は必ずそのように、まあ、動物を見ながら、もうハハハハしてパンティングってしてたら、もう絶対的に下げてやればいいと思う。それから、あとね、今なんかやっぱりその僕たちもよくやるけど、扇風機なんかを回して空気を、混ぜるというか、そして室温を均一にするような形をするのはすごくいいかなと思います。まあ、要は空気の室温のね、ムラがないような形にするのがいいかなと思ってますね。あとは何、よく僕たちもなんかソファーにするけど、クールマット、そんなようなのを使ってもいいような気がするし、それから、まあ、毛の長い子ならば毛をカットしてもいいんじゃないかな。まあ、これ、まあ、賛否いろいろあると思う。毛を刈るよりもブラッシングした方がいいんじゃないかっていう話もあるだろうし、だからそこら辺はまあ、賛否いろいろあるけども、まあ、あまり暑そうならばちょっと毛をカットしてあげたりするのもいいかなと思うね、うん、なるほど、はい、そんなことかな。うん、家族さんは、まあ、だから寒毛期っていうか、その毛をね、ブラッシングしなくちゃダメだよ。だから三つ毛の子は特にブラッシングしてやって、毛を抜くというか、余分なものは取ってあげないと、やっぱりどうしたって本当に体温がどん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 上がっていっちゃうからね、もう大変なことになっちゃうよ、うん、ブラッシングするとかなり変わるんですね。ずいぶんやっぱり違いますよね。換気が、まあ、皮膚呼吸をするわけじゃないからさ、あれなんですけども、やっぱりその、担当種なんか特にそうだけど、もう口が短い子、鼻が短い子っていうの、そういう子たちってやっぱり換気がうまくできないので、特にそういう室温をコントロールしてあげた方がいいね。ご質問で、自分で毛をカットしてもいいのですか、と。いいよいいよ、全然いいよ。だけど僕たちね、よく見るのはね、皮膚を切ってしまったとか、本当慌てて来られる方たくさんおられます。それから、あとね、一番びっくりしたのは舌、舌ね、舌を切ってしまう人。あれね、カットしてると、僕も昔はやっぱりそういうのやってたけど、カットしてる時にペロペロってするのよ。そうするとパチッて切っちゃうのよ。これってと思うかもしれないけど、多いんだよ。うわ、だからよほどですね、慎重にやる、それから器用な人がいいかもかな。でそれからあとはなんかペット用のバリカンとかあるから、そんなのでもだったらいいかもかな。だけどバリカンでもやっぱ足の裏とかをね、これでカットしててね、切ってしまうことがよくありますから、まあそこら辺はよく考えた方がいいな。まあいいよ、ご自分でやられる方もたくさんおられますよ、もちろん。はい、はい、なるほど、お風呂やシャワーはどうですか、ということです。いいよ。だけどさ、お風呂とかさ、シャワー、あまり皮膚にとってはね、常にきれいにっていうか、油を洗い落としてしまうと、
皮膚病になる子が多いよね。カサカサになってしまうから、その点も人間の、僕たちで頭って毎日洗うけども、そうじゃなくて、やっぱり毎日洗ったりするのは良くないと思う。皮脂、皮膚の油、皮脂っていうのは絶対的に必要だから、そういうのがないとカサカサで皮膚病になったりするんだよね。で、そういうのはやっぱり注意した方がいいと思います。うん。まあだから様々、本当に、なんだろうな、みんなもシャンプーをしてうんぬんっていうのあるけど、シャンプーしたから必ずそのまま ベタベタのままじゃダメだから、ベチャベチャのままじゃダメだから、乾燥させなくちゃいかんよ。ね。なるほど、うん。ありがとうございます。はい。参考になります。まあ、喜ぶからね、水の中に入ってくるよね。うちなんかでもそうだけど。でもまあ、後が大変だよね。うん。はい。まあ、うちもみんな、うちの病院にもね、グルーミング、トリミングするとこあるから、そこにもちろん同じように、お金をお支払いしてですね、やってもらってますよ。はい。はい、質問でですね、お湯の温度はどのくらいがいいですか、うん、と。お湯の温度。お湯の温度。まあ、人肌っていうか、僕たちの別に同じように普通に入れるような温度だったら全然問題ないと思うよ。うん、まあ、あんまり気にしなくていいんじゃない？そんな暑いのに入っていかないだろうし。うんね、そうですね、皮膚大事ですね。例えばトリミングでやるときはやっぱり本当に人肌っていうか自分たちでお湯を当ててみて、うん、そのお湯でそれやるんだけども、うん、そんなにあんまり気にしなくてもいいと思うな、そこら辺は。なるほど、ありがとうございます、うんうん。まあ、まずその前にやっぱり夏バテを防ぐためにはさ、例えばさ、部屋のカーテンをしてあげて直射日光が入ってこないようにするとか、やっぱり室温の上昇を絶対避けるようにしなくちゃいけない。それから多分ね、皆さんケージとかサークルで、うちで留守番させたりするから、そういう場所を考えていかなくちゃダメだよ。直射日光が絶対入ってくるのがダメだから、必ず遮光のカーテンをしてあげるとかってしてほしい、はいはい。それから今言ってた野菜はさ、まあ、やっちゃいけないことはないだろうけど、僕は思うんだけどね、やっぱり消化が悪いから、消化不良を起こして下痢とかね、お腹壊すよ、たくさんやると。それだけのやっぱり野菜から何かビタミンを取るとか、まあ、動物ってビタミンの合成をしたりするから、あまりそのわざわざ野菜やる必要はないんじゃないかな。野菜ってあまりたくさんやりすぎると尿石症になったり、結石ね、尿結石になったりするので、まあみんな僕たちはやらないよな、ほとんど。まあそこら辺はどうなんかな、特に野菜なのかな、トウモロコシとかさ、あんなのやるとね、芯を食べてね、年にね、多分ね、まあ、10症例、まあ、僕の病院でもっと必ず来るよね。トウモロコシの芯を食べて腸に詰まってしまって腸閉塞で来るんですよ、うん。怖いですよ。怖いですね。そうなんですよ。だからそういうバーベキューとかしてるとなんかトウモロコシ食べに来ちゃう、ね。あれ食べて芯をね、芯って溶けないから詰まっちゃって腸閉塞で大変なことになるんだよ。だから、まあ、野菜はわざわざやるまでもないですよね。だからやっぱりフードをしっかりとした今いいものがあるから、ペットがね、やっぱり動物が長生きになったのは、やっぱりそういうね、フードのね、進化だと思うんですよね。今だって本当にいろんなものがあるから、やっぱりそういうものを選んで与えておくのが一番いいんじゃない？だってどう考えてもやっぱり僕たちが食べるものって味が濃いじゃないですか、はい。味が濃いものっていうのは、まあ体に良くないんじゃないかな。特に動物にとっては良くないから。でも動物もやっぱりペットたちもそういうものを食べたらさ、嬉しいから、どんどんちょうだいちょうだいってなってくるもんね、うん。なるほど、うん。遮光カーテンですね。うん、遮光カーテンをしたりして室温を、コントロールして、まあ、食事はあんまり、まあ、僕は一般的なものを与えた方がいいと思うよ。なるほど。まあ、うちのね、スタンダードプードルもね、食べないのね。でうちの、奥さんも獣医さんなんだけど、手からしか食べないよ、あんな大きな体して甘えてんすよ、ね。はい。あ、今質問で、うん、3歳のチワワ、女の子がいますと、生理後は必ずフードの好みが変わり、これまで食べていたフードを食べなくなります、うん。普段からフードは定期的に変えた方が良いですか？絶対変えない方がいいと思うんですけど、今僕話したように食べないんだよね。だから嗜好性ってあるから、ドッグフードもやっぱり全てね、ペットフードも形いっぱいあるじゃないですか。あれってその形
ワンちゃんたちが食べやすいとか喜ぶとかそういうものの形にしてるんですよ、いろいろ。だからそういうものを選んであげるといいかもしれないけど、飽きたからっつってどんどん変えるのはね、あの再現がないと思うよ。だからまあ心を鬼にして、よくさ、あの皆さんうちの子食べない、まあ、もちろんうちのスタンプもそうだけど、食べないって言ったって、まず、BCS ボディコンディショニングスコア、あの背中をちょっと触ってみて、背中触ってみて、肋骨が触るぐらいがベストなんですよ。5段階で3つぐらいです。だけど多分皆さんのご心配なさってるワンちゃんは肋骨があまり触らないと思いますよ。ということは BCS が4とかもっと上なんでしょうな。だからもう全然栄養価としては、足りてる、十分だということだから、まああんまりそこら辺で美味しいもの美味しいものってやってしまうと、まあ僕たちのようになってしまうと思うからな、ね、はい。今質問で、人間はナトリウム取れって言われてますが、うん、ワンちゃん猫ちゃんもナトリウムは不要ですか？は不要じゃない、必要だけども、ドッグフードの中に十分入ってます。だけど今言うようにね、汗かかないじゃない、そんなに。動物は皮膚呼吸して汗かいて、汗が皮膚からブワーッと出るわけじゃないから、ね、口だとか、それから足の裏ももちろん汗をかくけども、やっぱ本当にほとんどそれは出ないから、過剰にやるっていうか、あえてそれをね、ドッグフード以外のものでやろうとすると過剰になってしまって、尿結石だとか腎臓疾患だとか、さまざま心臓疾患とか出てきますよ。だからそれはあえてやる必要は全くないです。なるほど、はい。まあ、もちろん哺乳動物だから必要なんだけど、はい、そんなに人のようにそんな体外に排泄しな、しませんから、それは必要ないです、はいはい。あ、なるほど、ありがとうございます、うん、すごい参考になりました、うん。あのお出かけする場合ってさ、まあ、僕もそういうこと、あの動物病院付きのペットホテルとかそういうのもやってますので、すごくわかるんですけど、やっぱりね、お出かけするときってね、まあ、これは普段からの話だよ。普段からの話として、必ずケージとか、サークルとかに、鳴らせなくちゃいけない。鳴らしておいて、しっかりと室温を管理しながらお出かけをしても大丈夫にしかないと。ただ自由に部屋の中で動き回ってると、必ずどっかから落ちて骨折したとか、それから食べていけないものを食べてしまったとか、絶対起きるんですよ。だからそういうしつけだけしっかりしておいた方がいいな。そしてあとはですね、あの今なんかね、やっぱりよくあるのは、僕見るのは、ステイホームで皆さんお家におられるでしょう。でも急にまた仕事が始まってくると、やっぱりワンちゃんたちが分離不安になったりするんだよね。そしてなんかあのやっぱり寂しいんだろうね。分離不安で体調悪くなったりする場合もあるから、そういうことも徐々にやっぱり常日頃から慣らして、今だから暇だからでもいつも触ってばっかりいると、ずっと一緒ですね。やっぱそれがあのバランスが取らなくちゃいけないなってすごく思いますよね。だから必ず一人で誰もいないときはケージの中とかサークルの中で過ごすことをしつけなくちゃいけないと思います。なるほど。それからやっぱり暑い中でね、やっぱお出かけするでしょ。お出かけした時にね、熱中症絶対になるからね、気をつけなくちゃいけないよ。熱中症っていうことは絶対的にその、はい、あもうすごくリスクが高いですから、それは注意してほしいと思います、はい。それから外ね、歩かせるとね、今なんかね、アスファルトでしょ、足の裏焼けちゃうんですよ、はい、足の裏が。だから今はね、あのそういう靴下みたいなものがあるから、もしあったらそういう靴下を履かせてあげるというかね。なるほど、うん、そういう推奨してます。それからあと例えばじゃあね、ペットホテルに、僕らの病院とかに、まあ、ペットホテルに預けたりするときはね、はい、匂いのついたもの、飼い主の匂いのついたタオルとか、いつも使っているものとか、そういうものを一緒に持っていく。それから相手のところに、この子の性格がこうなんですよっていうことを、伝える。それから、それからなんだろうな、それから預ける前にトライアルで何か半日とか1時間とか預けるとか、なんかそういうトレーニングするといいと思うよ、ね。猫ってね、僕前も話したかな、あのやっぱりもともとが暑いところ、砂漠のようなああいうところに、エジプトとかそういうところに昔はそこから発祥してきてるから、やっぱり住んでたから、うん、猫ってね、どうもね、やっぱり暑さに強いのね、湿度にも強いのね。でアイス枕は要するに、そのアイスシートっていうか、まあそういうのもいいと思うんだけど、やっぱり体が濡れたりするの嫌がるから、猫ちゃんは特に嫌がるから、まあどうなのかな、敷いてもいいと思うけど、濡れたりするのは嫌がるから、
バリバリしちゃうかもわかんないね。そういうのは気をつけた方がいいね。うん、なるほど。やっぱりペット用のものじゃないと、ちょっとしたことですぐに破ったりして何か中から出てきたりするじゃないですか。そうするとそれがなんか中毒を起こしたりする原因になるから、やっぱり注意した方がいいですよ。猫はやっぱり引っかくものだし、犬は噛むものっていうか、なんかいたらだするもんだといつも思ってないとダメだね。確かに確かに。そうなんですよ。なるほどです。ワンちゃんはいいんですか、アイス枕は。いいよ、いい、全然それは全くいいと思うんだけど、今言うように、うん、破ったりなんか引っかいたりするからね、それを気をつけなくちゃいけない。うん、アイス枕の中には多分そういうね、保冷剤なんか入ってるから、そういうもので中毒を起こすよ。中毒を起こしてかじったり舐めたりするとね。で、それがなければ大丈夫。だから僕んちのやつなんか本当に、まあすぐに、まあビリビリにしてしまうから、そういうのはやっぱりなかなかできないね。うん、なるほどです、うん。ありがとうございます。まあそうだな、みんなやっぱり、猫ちゃんも暑そうに思うけど、まあ、猫は本当結構強いね、うん、うちもメイクンもいるけど、全然ハーハーやってるの見たことないし、ワンちゃんたちハーハー言ってる、まあ、ワンちゃんでも小さい小型犬はほとんど動かない子たち、年を取った子たちってあんまりそのほとんど動かないからそういうのはないんだけど、やっぱりちょっと元気な子、1歳とか若い子たちは活動的だからね。そうするともう暑がりでハーハーハーっていう、もう体温が全然人間より高いわけだからね、はい、はい、さっきあの、うん、本番が始まる前にも先生、うん、あの、うん、先生家のワンちゃん4時半に散歩に連れて行って、うん、そう散歩なんかはさ、あれだよ、散歩はやっぱり、大型犬なんかどうだろう、僕ら推奨するのは1日30分ぐらいやんなよっていうのね、1日1回でいいから30分ぐらいでいいからやってくださいって言うんだけど、あの涼しい時じゃないとダメだよ。それから涼しい、だからうちはね、あのうちの奥さん家内はね4時半に行くよ、4時半朝で、朝、毎朝、毎朝、朝、もうだって行きたがるもん、行きたがるんだけど、あもうねそれがね5時6時ぐらいになると、ね、暑くなって、あの嫌がるんですよ。もう6時で暑いんですね。もうねハハハハってね、もうダメらしいですよ。すぐ戻ってきますから。であとはやっぱりね、あのよく聞かれるのはね、毎日いろんなコース行った方がいいのとかよく言われるんだけど、はい、うんうん、これはね、あの同じコースの方がいいよ。やっぱりあの結構ほとんどの子がやっぱり怖がりだから、うんうんうん、ちょっとコースを変えたりするとやっぱりストレスになるから、同じコースを常に同じようなところに行った方がいいと思うな。よく聞かれますよ、そういうのは。散歩は何分ぐらい行かれた方がいいかとか。だから、ね、まあ、30分もあれば十分じゃない、うんうん、いいですよ。あの飼い主も健康で長生きしなきゃいけないから、やっぱりペットがいれば一緒にお散歩するってのはすごくいいと思うな。まあ、小型犬はほとんどしないから、外に。もう今特に暑いし、それからそんなね、外に出てアスファルトの上歩かせるのもかわいそうだから行かないんだけど、うん、まあだけどできれば本当に涼しい時間にワンちゃんたち、まあ、小型犬もお散歩し一緒にしてあげるといいよね。で気をつけなくちゃいけない。やっぱり表にあの草むらとかに行ったりするとさ、ダニとかさ、そういうのがつくから気をつけなくちゃいけないね。一時期やっぱり、あの、いろいろありましたでしょ。やっぱり人間にも感染してダニが、はい、あの本当に、ね、ダニ熱かなんかで、そういうので大きな問題になったんですけども、やっぱりそういうことはありますから、必ず予防の何か予防だけしておいた方がいいですよね、はい、なるほど、うん、散歩のコースのこと気になっていました、うん、参考になりました、うん、とコメントいただきました。あ、本当、うん、あのできれば同じとこをね、ルーティーンでね、もう全く同じように回るのがベストだと思いますよ。そういうことは本当に、まあ、うちのだってあのスタンプなんかちょっと何かあるともうね、あの怖くてね動けなくなっちゃう、うん、いつものコースに何かと違う、いつもと違うものが置いてあったりするともうダメですよ。僕ね病院にもね、あのちょっとまあそのうち皆さんに紹介したいんだけど、はい、あのイングリッシュマスティフっていう大きなのがいるんですよ。85キロぐらいのは僕の、あのワンちゃんなんだけど、病院にいるんですよ。やっぱりちょっとあの、はい、家には連れていけないので、その子も、うん、大きいんですよ。85キロあるんだけど、うんうんうん、病院の2階では大きな顔してるけど、やっぱり外へ出てくとね、すごい怖がりなの、ね、だからもう全然ダメですよ。あのでも毎日週に3回トレーナーの人が来てやってくれるから、そういう人たちがついていくんだけど、同じコースですよ、うん、なるほど、そうなんですね、うん、外に出ると大きい体でもやっぱこあの怖がりですよ。そんなの誰でもかんでもバンバン行くってことはほとんど少ないです、普通ワンちゃんっていうのは。やっぱり
警戒心が強いから、だからよくあるじゃないですか、いろんなところでやっぱりいつでも虐待を受けたりするともう本当にずっと長いことやっぱりなんか心を閉ざしてしまうからね、やっぱりそういうのはね、大変なことになってしまうし、やっぱりちょっと神経質だなって、まあ、気がちっちゃいなと思っておいた方がいいだね、噛んだりするのだってそうだもん、やっぱり怖いから、その何か襲われると思うから噛む。なるほど、ね、今ですねコメントで、ワンちゃん大体体温何度ぐらいなんですかと、まあ、38度か38度5分とか39度でしょ、高いでしょ随分、ね、鳥なんかもっと高い、鳥なんて40度以上あるからね、そうですよ、だからやっぱりそういうね、人とは全く違う、暑いでしょ、もうだってワンちゃん触ってるとすごい暑いじゃない、だ全然違いますよね、そう、だから特にこれからの時期は一番良くないね、でもね大体いつもね熱中症になるのは6月ぐらいが多いんだよ、梅雨の時期に入っても本当湿度が高くて熱中症になるんですね、はい、だから熱がこもってしまって日射病っていうよりも熱中症で、まあそうそう、室温が上がってしまったり、まあ、ケージがやっぱりその中が暑かったり、車の中だってそうでしょ、そういうことと同じでね、やっぱりそれで熱が上がってしまって血中の温度がぐっと上がってしまってもう循環不全を起こして死んでしまうんですよね、だからまあそういうところはね皆さん本当に お気をつけいただきたいと思いますね、今質問でですね、12歳のパピヨンさん、パピヨンを飼ってらっしゃるんですけど、なかなか歯磨きが歯磨きって書いてあるね、これまあ、いろいろお話聞いてみたいんだけど、やっぱりさ小さい頃からしつけないとなかなかできないよね、歯を磨くという習慣、何でもいいからちょっと歯ブラシでこしてやる、あるいは何かそういうものでペーパーがあるからペーパーで拭いてやるとか、そういうだから多分歯ブラシは嫌だろうから、指につけて何かするものとか、あるいはペーパーがあるんですよ、そういう、動物の歯を磨く、そういうものを少しずつやってやったらどうなんでしょう、まあ正直言ってある程度の高齢になってきてるから嫌なことは嫌だと思うのね、頑固になってきてるからやっぱりそこら辺がどうか分かんないけど、まあ、歯ブラシはちょっと無理だと思うから、そういうペーパーとかそういうもので何か拭いてやるのがいいんじゃないでしょうかね、ただのペーパーじゃなくて歯磨きをするようなものがあるんですよ、そういう、もうグッズがいっぱいありますから、そういうものを見ていただいて、おやりになるのがいいんじゃないかな、ありがとうございます、また基本的にはワッチャーたちは、まあ、虫歯にはならないからさ、だけどやっぱりそういうのでやっぱり歯垢汚れがつくと歯肉炎、歯茎がもうすごく炎症が起きて、それで歯が抜けてしまったり、口首空洞感つってさ、やっぱ歯の根っこが腐ってしまうことよくあるんですよ、だからそれをで、もしも今ね僕ふと思ったけど、そんな全然口の中触らせないっていうならば、ひょっとするとさ何か歯茎が何か問題があるかもわかんないよ、でそれで嫌だから触らせないってなると思うよ、はいはい、そうね、それチェックしてもらった方がいいと思う、絶対いいですね、はい、気をつけることはさ、これ、脂質の異常なんですね、脂質異常だから、いわゆる低脂肪食を与えることはベストだと思うんですよ、胆嚢症っていうのは皆さん分かるように胆嚢ってあるじゃん、人間も同じだ、胆嚢、ね、肝臓のところに胆嚢ってあるんだけど、そこがやっぱりそのいつもだったらもう本当にサラサラの液体があるんだけど、それがそういう脂質異常、脂肪をたくさん取りすぎてしまって、それで、問題が起きると泥のようになる、あるいは砂のようになる、でそれが詰まるんですよ、でそれは、胆嚢粘液脳腫っていうんだけど、そういうことが起きてくると、まあちょっといろんな問題が起きてくるから、食事は低脂肪食というものがそういうのあるから、そういうものをやればいいと思います、それを注意してください、だけど僕外科医だから、まずもしも胆嚢症になってしまったら閉塞してるなら外科的にそこは切除するとか洗浄してやって一回きれいにしてやらないとなかなか難しいんじゃないかな、もちろんその薬剤はある、薬剤いろんなウルソとかいろんな薬剤があるから、そういうもので溶ければいいけど溶けない場合が結構あるので、そうするともうガチガチに硬くなってしまって胆嚢が破裂してしまうことがあるので、それは大変だから、できたらやっぱりそういう検査をしながら、定期的な検査をしながら、やっぱりどうだろう、処置してあげた方がいいんじゃないかなと思うよ、まあ、僕はだから結構胆嚢を切開して洗浄してうんぬんってことよくやりますよその胆嚢が胆石になってしまったりして胆管閉塞を起こしてしまって大きな問題になるよ、なるほど、ぜひじゃあ本当に病院に行って、食事管理をきちんとしてください、ありがとうございます
もうお時間ですね、うん、あ本当だ。またあの、うん、僕もいろいろもちろん出てきますけど、これからですね皆さんあのもっとあの若くてかっこいい獣医さんがいっぱいいますからね、いろいろ出てきますからティームホープにはいろいろいますので、あのいろんなアドバイス、アドバイスもできると思いますし、まあ、皆さんとこんなことでつながりができてですね、全国のティームホープの仲間たちは、はい、ティームホープの動物病院2000件ありますから、今2000件のティームホープの病院に行っていただければ、いろんな、アドバイス、いろんな診断をいただけると思いますから、もっと獣医さんたちとね、仲良くなっていただいて気軽に、行っていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。本当にあの足早に行ってしまいましたけどね、あもうあっという間に終わってしまいましたけども、ね、どうぞどうぞまたよろしくお願いします。はい、また来週15日水曜日に19時ですね、夜の7時から今度は東京の八王子にあるズファ動物病院の、はい、副代表ですね、はい、副代表です、ね、うちの、 あのチームホープの副代表です。はい、よろしくお願いします。はい、はい、また来週もよろしくお願いします。太田先生、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうも皆さん失礼いたします、はい、ありがとうございました。